パセリってこの世で一番嫌われてる食べ物じゃないの？まあ、かな。まあ基本彩り係だしな彼。あ、パクチーだ。そうです、パクチーだわ。パクチーはしゃべ、ジャスさんってさ、はいはいはい、実家とか、まあ、要は地元とか子供の時とかにさ、はい、カメムシって見たことある？あるあるある、窓にへばりついてるやつだよね。でカメムシにプシュってされて、うわくっせーっていうのも分かる。あ、いや分かる分かる分かる。でパクチーが全く同じ匂いするの分かる？嘘だ嗚だ。いやパクチー、俺生パクチー嗅いだことない。え、生パクチー食ったことないんだ？ない。え、あのおか、なんかお菓子っていうか、なんかパクチーもどきのやつはカメムシの匂いしないよね？それは知らねえな俺。パクチーもどき、あのパクチー噛んだ時に生の、うん、口の中に広がる香りってあるじゃん、その飯を食べた時に口の中に広がる香り、うん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 、それとカメムシの屁が全く同じねえ、もうそんなん言われたらもうそれネガキャンやよわ。それ俺ね、似てるとかじゃないんだよ、マジで一緒。嘘だよ。ちなみに成分、いや、ちなみに成分なんか似てるらしい。それはまずい。そこまで出てたデータが、ちっちゃい。似てるだったか一緒だったか忘れたけど、なんか似てるらしい。これはマジの話、あの気持ちの話じゃなくてマジの話。俺は一番最初に中国でネットカフェのカレーに入ってるパクチーを食べたのが人生で初パクチーだったのね。うん、どんな顔だった？いや俺はそれパクチーじゃなくてパセリだと思ってたの。はいはいはい、まぶしてあった。はい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 。で俺は一口食った瞬間にカメムシが混じってると思って吐き出したのガチじゃん。パクチーの存在を知らなかった、うん、パクチーっ、カメムシの匂い、あ、匂いの味がするとは知らなかったんだ。そうだからカメムシが混入してると思って俺は吐き出したの。マジか。そしたらパクチーだった。カメムシやないそれ。いやだからカメムシなんよマジでなわけあるか。パクチーはカメムシだった。カメムシやね GM が言うなら間違いない。本当にカメムシの匂い嗅げるタイプの人間だと思う俺マジで。うってなんないでってことね。そう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 、あ、匂いするなって感じになると思う。もしかしたらカメムシの種類によるかもしれんけど、俺はパクチーは人生で一、もう世界で一番食えない食い物かも。あ、もうすぐ、もう本能で吐き出しちゃう多分。うん、調理済みのものだったら多分他に食えないものたくさんあるかもしれないけど、素材として食えないのはパクチーだけだね。うん、じゃあもうあえて、いやでも好き、大人になってやっぱ好き嫌いは良くないって言われるじゃないですかやっぱり。でカメムシ克服せん、じゃ先に先にそしたらいけるから。カメムシ合いそう、うん、いやカメムシのあの匂いやのやつってあれ毒だからさ。え、狭い場所にカメムシ入れてあの匂い発動させたらカメムシ本体が死ぬんだよ。え、自爆なんだ。自爆自爆して死ぬ。そうなの？そうなの？でもね、昔ね、探偵ナイトスクープってわかる？うん。夜やってるやつ。わかる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 。あれでカメムシの匂いがどうしても嗅ぎたいっていう人の悩み相談で、うん、あの箱の中に本当に500匹ぐらいカメムシが入ってて、うん、その中に首突っ込んで、首っていうか頭突っ込んで揺らしてカメムシの匂い嗅いでる女の人いた。多分あの人はパクチー好きやね。パクチー嗅いでみたいって、嗅いだことなかったの？それとも嗅いだことあるけどその量を嗅いでみたいってことなの？どっちなの？いや覚えてない俺あれ。もう気絶したの。パクチー好きとはならんで、むしろ嫌いになるでしょ。むしろ衝撃映像だったから覚えてる。エロくはないだろどこがエロいの？ずいぶん曲がった性癖の視聴者さんがいらっしゃるようで、こっちにはいらっしゃいませんけど、エロくはないだろ。